じゃあ、タクヤ来て、タクヤ。はい。頑張ってる。はい、いろいろやってます。いや、タクヤ、本当頑張ってるね。ありがとうございます。本当頑張ってる、偉いと思う。ありがとうございます。毎日ね、本当に。ありがとうね。いやいや、こちらこそです。タクヤって給料欲しい？あ、まあ、そうですね。できれば、はい、欲しいっす。ね、給料欲しいよね。給料欲しいっすね。アダムが結構やばいんだけど、知ってる？あ、それは、わかります。アダム、やばいの？あ、やばいなって感じは。どんぐらいやばいと思う？いや、もうだいぶやばいですね。イベントはもう全然できないですし。どんぐらいやばいか、モロハ風に言ってみて。ちょっと待ってください。そうですね。モロハだったらどんぐらいやばい？モロハ風にアダムどんぐらいやばい？そうですね。やります。あ、アダムやばい！アダムやばい！まあこんな感じですかね。わかんないですけど。給料。まあでもそんぐらいやばい。はい。そんぐらいやばいやばいよ。そうですね。昨日さ、昨日生配信で、はい、お前の給料なんかツイキャスで稼げばいいんじゃないかみたいな、はい、俺は言ってないんだけど、お客さんが言ってたけどそうでしたっけ俺は言ってなかったけど、はい、お客さんが拓哉の給料はツイキャスの投げ銭でいいんじゃないみたいな感じになって、はい、まあでもこれなかなかいいなと思って、やっぱ自分のお金は自分で稼ぐみたいな。まあそれはまあちょっと待って、あのアダムはね、その別に払いたくないわけではないんだけど、まあ、別になんかでもまあ潰れそう、払っても潰れないけど、はい、でも多分払うぐらいだったら潰れた方がマシみたいな。お前に給料払うくらいだったら潰れた方がマシなんだよね、はい、アダム。はいはいはい。でもそれは理由があって、お前ブルース好きじゃん。はい、そうですね。ブルースってそういうことですよ。ブルースってさ、それ悲しみの音楽で。そうですね。俺パンク好きじゃん。そうなんです。俺はパンク好きだから。あ、そうだ。俺パンク好きだからやっぱ給料払わないよ。でもお前がブルース好きだから、それをこう受け止めて、お前その悲しみのメロディーみたいなのをツイキャスで歌えばいいじゃん。ブルースにしてくださるっていう。そうそうそう。だからその、あえて、まあお前のためを思って、その給料を払わないよ。自分で稼げ。その悲しみをブルースにして、お前のその声で、なんかこうツイキャスとかをやって、そのなんかね、声いいじゃん。その離れ組みたいな。ありがとうございます。そういうので、なんかこうやって、給料を切り開いていけばいいんじゃないかなって、まあ昨日ボーッと思ってたんだけど、はい、さっき手に入れた情報によると、はい、なんかツイキャス100時間超えないと投げ銭もできない、はい、やばいね。まず100時間は給料が出ないっていうこと、ね、まず100時間をお前が視聴を稼がないと、はい、投げ銭すらできないからめっちゃブルースみたいなでそれをクリアしてお前は、ね、初めてチリンチリンチリンみたいな。そうですね。やばいじゃん、もう明日にでも始めた方がいいと思うよ。はい、ちょっとそういうことで、ね、ツイキャスを始めよう。はい、ツイキャスはもうツイキャス、じゃあすぐ始めた。頼んだよ、ちょっとツイキャス、うちのツイキャスをね、ちょっと課金できるようにしたいから。あ、はい。 YouTube に負けずに。そうですね、頼んだからね。はい、で、自分のお金を稼ぐんだ。はい、はい、頑張ろうぜ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。